クラランスグループは高級スキンケア、メイクやフレグランス製品を製造するフランスのラグジュアリー化粧品会社。百貨店クラランスカウンターこの家族経営の会社は当時医学生だったジャック・クルタン・クラランスにより1954年に設立された。息子のクリスチャン・クルタン・クラランスは2000年からクラランス会長を務めている。1970年代初めに クラランス社は国際的な展開を始めた。1981年1月米国に初の子会社を設立してから2005年の終わりまで、クラランスグループは150カ国に販売ネットワークを構築し、19の子会社を設立した。2014年に亡くなったセルジュ・ロジノイルは、クラランスの国際的な展開を信じていたという。ビルジニー・クルタン・クラランス。 クレールクルタンクラランス、プリスカクルタイクラランス、ジェナクルタイクラランスらは、ブランド大使として活躍している。日本上陸は1986年。伊勢単身宿店が第1号店であり、1998年には、エステティックサロンアンスティチュクラランスをオープンしている。2009年クラランス日本公式オンラインショップがオープンした。現在は、 スマートフォンでも公式オンラインショップを展開している。クラランスのブランドポートフォリオは、クラランス、アザロ、ティエリーミグレーとマイブレンドから構成されている。2002年に、男性用スキンケア製品ラインも加わります。クラランスグループのクラランスフレグランスグループ部門は、ポルシェデザインパルファム、ダビットヤーマンフレグランス、スワルフスキーパルファムを用している。他にも、オーガニック化粧品、 ブランドキビオを所有し、ロクシタの株主でもある。2008年6月、クルタン・クラランス家族は、クラランス SA を私有化するため、他の株主に対して36億ドルの買い付けオファーを実行した。ディール自体は2008年9月に完了したという。1989年に、ジャック・クルタイ・クラランスによって設立されたこの組織は、多発性関節縁及び、 慢性炎症性リウマチのための研究努力を促進することが可能となった。また、基金は関節リウマチにおける多くの先進的な研究を担っている。ありがとうございます。